全体が混ざったら勝ちましたね。どうも料理上手さん、料理です。今回はですね、コラボございます。コラボといっても毎回コラボしてるようなもんなんですけども、味パンダちゃん、味の素とのコラボでございます。今回ですね、せっかくのコラボなんで最高のレシピ開発してきました。無限ライスでございます。ライスが無限に食べられちゃったらもうどうなってしまうのかっていう感じなんですけども、味の素のうまみを生かしたですね、最高に美味しい無限ライス、これねガチでうまい。しかも材料少ないんですよ。まあからこれをやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。材料はね、なんと卵2つ、ニンニク1かけ、ご飯が 200g、 あとでね、熱々のご飯を用意しますので 200g、 そして味の素でございます。これが一番重要です。ご飯と卵だけで美味しくするためにはやっぱりね、味の素、うまみが欠かせません。味の素はね、卵と相性が最高にいいんですよ。その相性の良さを実感できるような最高に美味しい無限ライス作っていきたいと思います。今回作るのは無限ライスなんですけど、無限ライスって言ったらですね、無限に食べちゃう、瞬殺で食べちゃうっていうような意味を込めて無限ライスっていう風にしたんですけども、味のことをですね使っていく上ですごく理解しなきゃいけないんで、素材の味を生かすってことなんですね。じゃあここで私の良さが何倍も引き立つ調味料っていうのをご紹介したいと思います。やれんのかーい。ということで、何度いきます。ありがとうございます。いただきます。かー、味の素さん、すいません。ということでやっていきます。最高に美味しい無限ライスを作っていきます。ニンニクね、で潰します。潰すと皮がスルッと剥けますんで、やってください。で、芯の部分はちょっと、取っていきますね。こんな感じで刻んでいきます。はい、包丁使うのはここだけなんで、あとはフライパンを使って、はい、じゃあやっていきたいと思います。ちょっとね、ご飯温めます。はい、この段階で、このまあちょっと温めていきます。はい、ここに目玉焼きを焼いていくので、油をちょっと引いていきます。はい、目玉焼きを焼く時のコツは、最初にフライパンをちゃんと油を引いて温めることでございます。で、今、中火ぐらいで温めてるんですけども、ここに卵を落としていきます。あ、もうパチパチって言ったら OK ですね。はい、卵ね、ちょっとね、分けながら焼いていくことですね。はい、で分けるためにはこうやってちょっとね、こう卵自体ね、分けながら焼いていく、これが大事でございます。で、一つは乗っけるよう、一つは具として使うように作っていくんですね。じゃあ今回はちょっとこっちの方が可愛いんで、こっちの可愛い方を上に乗っけていきます。で、こっちの可愛くない方はこうやって、ね、両面焼きにしていく。だから片方はちょっと片焼きにして、片方はちょっと半熟にして、作っていく。これが重要でございます。このぐらいになると上はちょっと半熟になってて、こっちは両面やってるんで結構炒まってくるんですけども、この状態でもう火止めちゃっていいです。で、余熱でどん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 温まっていくんで、そうしましたらですね、一旦ね取り出しちゃいます。もしもっと焼いた方が好きっていう方はもうちょっと焼いてもいいんですけども、もう僕は十分だと思いますん でこいつを両面焼きの卵とこのね、半熟の卵、一旦避難させます。はい、こんな感じね。そしたらこのフライパンでやっていきます。さっきフライパンね、卵焼いてましたけども、で、ここにバターをバターっと入れます。そしてここにニンニクを入れていきます。で、ここでね、ガーリックバター、ガーリックバター作っていきますよ。で、この時にはあったかいご飯用意しといてくださいね。これね、冷やご飯じゃなくてあったかいご飯使ってくださいね。冷やご飯だと結構ベシャッとした仕上がりになりがちなんで、あったかいご飯ね、冷やご飯でもレンジでチンして温めてください。はい、そうしましたら今中火で温めてるんですけども、すぐね、ニンニク色ついてきます。はい、そうしたら、ここにご飯で、ここにさっきの両面焼きの目玉焼き、ここに入れます。で、一回ぐしゃっとこう混ぜていい、はい、
で、これはですね、何をしているかっていうと、目玉焼きを崩して、この、ライスの具にしてるんですね。これでね、目玉焼き入りのガーリックライスを作るんですよ。これがうまいの。そしてですね、ここに黒胡椒。まあもう、大盛り2つまみ。ね、これぐらい。結構入れます。はい。香りがすごいんじゃこれ。そしてですね、ここに調味料、お塩なんですけども、小さじ3分の1。大体これぐらいかな。で、ここで味の素でございます。旨味がね、圧倒的に足りないんですよ。なので、ガーリックライスとか作るときに味の素を入れていただくとかなり味がまとまります。しかもですね、鶏ガラスープとかコンソメとかとは違ってですね、味の素は単体では香りを持ちませんから、ガーリックの香りと黒胡椒の香り、卵の風味が際立ちます。1、2、3、4、5、6、7振りです。はい。で、全体混ぜてください。はい。僕はガーリックライス作るときは絶対味の素入れます。はい。そして全体が混ざったら、ここで最後にお醤油ね、お醤油の香り、これが入るとですね、グッと際立ちます。で、このお醤油の香りも、味の素は邪魔しません。だから素材の香りが生きるんですね。そしたらお皿に持っていきます。これね、ガーリックライスはね、この作り方一番うまい。このお皿に盛ります。両面にしたね、この目玉焼きライスがね、にくいんですよ。そしてですね、ここに小麦をね、パラッとかけてあげるとね、お野菜成分ないので、もしね、お野菜入れたい方はね、途中でキノコとか入れてもいいですよ。で、ここに、あ、勝ちましたね。ここに最後粉チーズね、ここに適量です。はい。あればで結構です。あれば粉チーズあると非常にね、戦闘力があります、この無限ライスと。くわー、たまんねえ。最後にちょい黒胡椒をパラッとね、最後にかけてあげると、私渾身の無限にいけちゃう無限ライス完成でございます。それではできましたので、食べていただきます。いただきます。いただきます。香りやべえよ。これはやばい。ガーリックライス自体がめちゃめちゃうまくて、で、そこにですね、塩とお醤油の塩味をまとめ上げてるのが味の素なんですね。これね、試しに味の素なしで作ってみたらいいよ。したらね、物足りないと思うさ。ありとなしでやるとすごく美味しさの違いっていうのが分かると思うんで、まあただね、おすすめはしないです。なぜならあった方が絶対美味しくない。大好きだわ。気候ってつけるレシピと無限ってつけるレシピがあるんですけど、無限は本当に大体の人たちが美味しいと思う信号を出す料理を無限ってつけてるんですよ。この料理出てる。味の素の旨味とバターとニンニクと卵との相性がすごく味の素っていいんですよ。味変したいと思います。じゃあいつもの僕が使ってホットソースですね。酒いけるぞこれ。これ絶対みんな好きだよ。ということで、チョモ！やばい！いただきます。うまいに決まってるじゃないですか、こんな。うまいに決まってるものを無限と呼ぶんです。めちゃくちゃうまいでしょ。止まんないですよ。でも、これね、肉入ってないんですよ。確かに、卵入ってない。めっちゃうまい。卵とニンニクだけで、このうまさよ。これはね、味の素ならできないですよ。マジでこれ無限ですよ。じゃあ、俺が魔法のあれを振りかける。はい、はい。じゃあ、魔法バージョン。魔法バージョンで、はい。うままたさ、違う顔を覗かせる。全然違いますね。さっきいなかった酸味とか、辛味が入ってきて、ここいたらこのまま全部食っちゃうんで。最後に、おせます。無限ライスですかね。ということでですね、皆さん無限ライスいかがでしたでしょうか。これね、マジでやばいと思います。公開して良かったのかどうか悩んだんですけど、うまいからいいと思って公開しました。ということで皆さん、ぜひやってみてください。
生のニンニクを使っ、生のニンニクを使う、うん、いや違う、チューブのニンニクを使った、この無限ライスの美味しさが百龍寺だとすると、このニンニクを、生のニンニクを使った時の龍寺、は150龍寺です。ちょっと大丈夫だった今、うん、150龍寺です。多分エンディング行きだと思います。